安いスマートウォッチを買ってみました。アマゾンで3980円。こうやって入ってまーす。普段はアプローチしてるんですけど、仕事の時に、えー、と壊したり傷つけたり汚したりしたら嫌なんで、これは仕事の時はしてません。 ボディはプラスチックでやっぱりだいぶ安いっぽい感じしますねえーと充電はこれですね専用のこう USB でここに USB で座りますでここになんかマグネットでひっつくようになってますねこれ電極がこんな風にひっつきますここで充電されてんのかなあこれもう剥がしちゃおうピッ充電中です まずえっ、ー、とアプリをインストールしないと設定ができないみたいです Bluetooth で iPhone とつながってます iPhone を使っていてこの AppleWatch をしていて一番便利な機能がスマホのロックを解除できることしていれば、えー、iPhone 13がえっと iPhone13 が FaceID マスクしてても認識しないけどアップローチが解除してくれるえっとこの安いやつはそんな機能はないですけどえっ、ー、と仕事する時はそんなマスクなんかしてないんでそんな機能はいらないですえっ、ー、と内蔵してる同じ機能をアップローチと比較してみます心拍数を計測してますおだい大体合ってるアップローチが100で この安いやつが今99になってる。98。お、ほとんど。あ、同じだ。間違いなく合ってる。続いて、血中酸素を測ってみまーす。うまくいくかな。アプローチが98%。この安いやつが。お、98%合ってる。すごい。 で、アップルウォッチない機能が、これ体温を測れます。36度6分。血圧計で血圧を測ってみます。ちゃんと測れるかな。アップルウォッチには血圧を測る機能がないです。お、145の92。で、今度こっちで測ります。 手首だけでね、どうやって測れてるのか不思議なんですけど、出るかな、うん、おジョイフルからの LINE が来ました。これ LINE がこのように表示できます。読めます。あ、血圧の続き。なかなか出ない。ちょっと時間かかる。うん、あ、出た。 125の83。やっぱりこれちょっと全然違う。どっちが合ってるのかよくわかんなくなって。アップルウォッチない機能が、これ体温を測れます。36度6分。えっ、ー、と、この3980円で買ったやつでも、えっ、ー、と、ちゃんと LINE の通知も来るし、えっ、ー、と、Facebook と YouTube もちゃんと通知来ましたし、えっ、ー、と、着信もちゃんと表示されました。 これも、えっ、ー、と、画面の壁紙とかは変えれないんですけど、それなりに使えると思います。